ライゾーン TV。 なんか正直ね、特別すごいなんか誘惑があるわけでもないし、なんかさ、もう落書きを探してる俺らに消えた？消えた。嘘なんでスキーウェアだってそれ、しかも今更だよね。いや、おめえ白いの着てっから目立つな。特にな望みなどない私、囚われて歩く。はい、どうもグラドンです。はい、ウーウーウーテロップ、いいな。まあ、ブラックマンションってとこです、今回行くのは。なんかあるの？いや、多分特にないですけど、うん、まあ、肝試しスポットっていうか、まあ、そうっすね。あ、じゃあ、もう喋んの？喋るんだ、はい。はい、ということで、行ってきまーす。はい、結構作りしっかりしてるんじゃん。そうだね、マンションだし。なおさらさ、はい、ホームレスとかこういうとこ行きそうじゃない？あー、全然住めるよね。俺はそこ気をつけて、目の前。あ、危ないね。これまあここ伝えば降りれるけど、降りれって開けなくても、ね、なんかあの機械室とかそういう系のあるじゃん。でどうやって、あ、どうやってって言った瞬間に階段見っけた。うん、でもすげえ、ほらこっちは普通なんだけど、本当だ、なんであんな深いの、ここ地下空洞があるんじゃん、下に。うん、すげえなおめえやめろ、あーなんかね、ほんとヤンキーとか集まりそうだよね。タイマン状じゃないのここ。あーありえるかも。あー本来はこういう絵がうまい、ワンちゃんボードの板にこういう、あーありそう。お化ける、はい、お化ける結構新スポあるあるだけど、落書きめちゃくちゃうまいところがあるよね。てか落書きある新スポあんま怖くない。あー、おー、でも、いい人ですよ。ほんとだ。なんだここ、危ねえのかな、なんだここ。あ、そういう意味か。これエレベーターを作ろうとしたのか。あー、そういうことか、これ。あ、危ねえ、危ねえ。すげえ。やばくね、ここの落書き。なんかもうすごいね、ここ。あれ？でもなんか入ったっけ？あったかくね、ここ。ほら。ほんとだ。なんだこの時計、なにこれ。なんか、ほんと違うんだけどね。すごいね、これ。リコちゃん、ここまで来るとなんかちょっとね、もうアーティスト的な感じだよ。あー、いいね、すげー、おー、すげー、すごいな、これやばくない、やばいやばい。これなんか今まで見た落書きの中で一番ここの場所がちゃんとしてるっていうかさ、めちゃくちゃうまくない。いや、まあ、顔が似てないけど恐怖ねえわ。なんで連れてきたのじゃあマジでここなんもねえの、特に曰くねえんだよね。まあただ一応ね、肝試しスポットっていうか、そう、この辺すごいね、落書きの、はい、アートを見に来たらね。普通落書きってさ、はい、上等だとか、やってやるとか書いてあるんだよ、はい、見て上手だったまあ間違いない、まあ、そうなんだけどさ、間違いないね、本当うまいもんだって。うまいな。なんかさ、もう落書きを探してる俺らに一部屋一部屋そう違うから。これかっこいいの逆に。ほら、お、すっげえ。え？
俺擦れたこと。擦すなやったね。あ、ここは普通だな。あー、ここそうでもないな。何やってんの？いいよ別に。俺ここ一人で行けんもん。いや、そんな余裕なんだ。ああ、一人で行ける。ここが何もねえじゃねえか。すごい。何ですか？消えた？消えた。嘘。なんかコピーしたやつ貼ってる感じだよね。これはよくわかんない。とりあえず山本君なんだろうね。山本君がね、本当はこうやって山本を何々ってやっちゃったんだけど、相手がいなかったのね。きっとあの多分ぼっち君なんだろうね。ぼっちちゃんかもよ。あの女の子がこういうところに来てこういう写真を貼って落書きしたりとかしてたら行ってる。マジでやべえやつだから。こっちもと、山本なんだよね、やっぱり。やっぱ山本。やっぱ山本なんだよ。山本三条って書いてありますね。うん、山本だから何だけどね。これだからマンションの一室ってことかな。例えば6畳だと、お前が今いるところから、このくらいのスペースが6畳くらい。で、うん、考えると、ちょっと広いよね。いや、まあまあでかいかもね。だから何って感じだよね。え、ちょっと待って、このジャンパー何？スキーウェア。気づいちゃった、もらったんだよ。すっげえだっせーなと思って。そう、なんか前のやつバカにされてたから。いや、もっとバカにできる。え、このえ、短くねえそれ。こんなもんでしょ、普通ジャンパー。いや、全然そんなもんじゃねえよ、普通。それさ、いつも、なんなんその顔。眩しいよね、これね。ダメ？分かっぺ、意味。これずっと近づけらっちゃうんだよ、俺。目おかしくなっちゃう。そう、目悪くなっちゃう。またすごい落書きがありますね、これ。あら？これメンマでしょ？あの花じゃないの、これ。そうだよ、これ。有名なアニメなんでしょ？あ、かなり。ほら、ここに花があるじゃん。はいはいはい、はい。メンマだな。へぇー。危ない、これ。これ知ってます？こっちはアスカラングレーと、そっちレイ。あれ、これエヴァンゲリオンなんですけど。お前、やばくね？どっちがいい？アスカとレイ。レイ。彼女にするならどっちかしかいないってなったら、はい、レイです。レイ、うん、こっちも二次元だからありえないから。質問が二次元だから。あの、さっきも言ってなかったんですけど、ここって事件あったんですよ。嘘でしょ。その建設中にそういう事件があって。本当に言ってんの？それで建設途中で終わっちゃったみたいな話なの？感じなんですよ。多分この辺は真ん中だった気がする。嘘でしょ。なんでそういうこと言うの今。全部嘘ですけど。どっちなの？え？どっちなの？多分嘘ですね。多分じゃないんだ。絶対嘘じゃん。聞いた時ないんで。黙れ、あと。なんかおめえってなんか嘘つきだよな。そうっすか。とにかく嘘をつく。痕跡残ってるこれ。これ何これ？カーストでしょ。なんでスキーウェア？今更だよね。今日ずっと来てんだよ。俺わかんねえやつだ。気づかなかった。だって眩しいんだもん。ブラックマンションっていうんだね、ここね。どこら辺がブラックなの、まず。何おめえその動きやめろ、マジで。今俺めっちゃビビったんだけど。いや、危ない。めちゃくちゃ怠慢上じゃん。いや、おめえ白いの着てっから目立つな。特に何もないな。どうしよう。とにかく何もないよね。全く。特にないよね。本当なかったね。特にないと思います。特にな望みなどない私とらわれて歩く。特にな。歌った人全部。そのくらい何もない。はい、ブラックマンションでした。
はい、お疲れ様でした。ですかね。ですかね。疲れてねって全然言っていい？はい。一軒目より怖くなかったっつうのもあるし、どこがブラックマンションなのか全然黒くないしね。どっちかっつったらカラフル、カラフルマンションでいいじゃない。いやマジで、でも落書きマンションとかでもいい、アニメマンションでもいいかもしれないね。なんかもう印象が本当、落書きっていうぐらいで、特に何もなかったですね。物もないし、だから特にない歌って何にもなさすぎて、まあちょっとポンコツ動画になっちゃいましたね、下手すりゃ。肝試スポットとしてはまあまあこの辺では有名な場所ですから。ちょっと待って、はい、心霊スポットって言えなんだっけさっきのところ。あ、上高地。はいはい。あそこもさ、お前なんか肝試スポットって言ったよ。そう、俺の中では、今どこ行った2つは肝試スポットだと思ってました。じゃあ心霊スポットじゃないの？お化け屋敷ぐらいの感覚で言うのやめろよ。あ、もうそのレベルです。いやだろうけど、はい、周りの人たちからすると心スポでしょ、はい、だったらそこを通せよ、はい、そう思う人もいると思う。いやいやいや、お前の価値観で一応新スポットに来てるこっち側からしたら肝試し言われると、なんか変な感覚になるから。おっさん二人で肝試しもね。そういうことよ、俺が言って。肝試せねえしね。試せねえし、お前とは試したくない。なのでね、はいはい、まあ今回の動画は、ブラックマンション、イコールカラフルマンションという、次の場所に、行ってきたらと思います。そうですね。次の場所は、まあここよりヤバいとこ行きます。とりあえずは。ということで、行ってきまーす。ここやべ、マジで。俺これはマジで本当にやべえと。マジでもう俺自信なくなってきた。マジで喋れねえ可能性あるよ俺これ。何この音。はい。何この音。聞こえた？今聞こえた？今のそっから。なんか足引きずる音みたいな感覚だよね。通りたくねえ、ここ俺なんとかなんねえかな。あー、もってやな、まずどうしよう、ここ俺久しぶりだな、この感じ。